じゃあこんにちは、はい、さゆたかさん、はい、巨人です今日は。おお、はい、ま、言われないだろうな巨人おじさんと。最近あんまり巨人のネタには振ってないもん、ね、はい、そうなので、ま、久しぶりに巨人のネタなんですが、はい、ま、ちょっと巨人デラロサそしてビエラ投手落ちました。まあ落ちるよね、ま、そうですね、あのピッチングじゃ。まあ、ピッチングというか、まあ、なんか気持ちがタイに表れてるというか、はい、強気な感じを見せてるけど、うん、内心はなんかこうメンタルがちょっとやられてるぞみたいな、うん、まあ、そんな印象を受けるしね。そうですよね、うん、だからやっぱり精神的にちょっと弱いよね。すごいボールは持ってるんだけど、うん、そうなんですよ。これでもファームに落としたところでそういう面って復活して補えてまた上がってこれるもん。いやいや、だからまあ気持ちをリセットだよね。だからフラストレーションが溜まってると思うんだよ。自分が思ってる描いてるピッチングもできないし、うん、でもその気持ちをリセットするために一回下で放牧だよね、うん、ああリフレッシュ、リフレッシュだよね、うん、ただその代わりを埋めるかのように桑原投手であったりとか大勢投手いますけれども、豊さんどうですか、ファンとしてはこの2人で1年間モテるのかなっていう単純にモテますよとは言えないよね、はい、やっぱルーキーだし、まあ何回かは桑原はね投げてるけども、はい、まあまあいろいろ故障しながら苦労して上にいるというね、はい、状況で、そういう怪我が精神的にも強くなっただろうし、いろんなことを言われて強くもなっただろうし、はい、だからそういう面では桑原っていうのは期待はするよね、はい、うん、やってほしいなって、俺の後輩だしさ、うん、さあそうですね、中大のだからやってほしいなっていうことは願ってるけど、うん、まあ、大勢も、まあ、素晴らしいボールはあるにしても精神的なプレッシャーにどこまで耐えきれるかどうか、うん、まあ、そことの勝負だと思うんだけど、はい、まあ、原監督っていうのはね、そこら辺の危機管理っていうのはできてるよ、はい、お必ずダメになるって、まあ分かってる、まあ、1回落ちる時がある、うん、その時に最大限落として下に落とすのか、はい、それとも粘らしてダメだと思った時にスッと外して使わないようにして疲れを取ったりだとか精神的なリフレッシュをさせたりだとかするのかっていうのは、それはまあ百戦錬磨の監督だから多分そのぐらいは考えてると思う。ただ俺の見解では2人ともやっぱそういうリフレッシュみたいなものがいるなっていうふうに思って、あ、桑原投手も大勢投手にしてもってことですね。だからこれは1年間この2人だけで抑えとセットアップだとかそういうのを賄えないと俺は思ってる。だから誰かいるよ。だからそのために2人の外国人を下げたりだとか、うん、ね、してるじゃない、はい、まだ出番はいいから、うんうん、うん、それで力を蓄えてるというかね。だから直江も先発で使うのかなと思ったら中継ぎで使ってるじゃない、はい、だこれを逆にその2人がダメになった時にちょっと後ろに持っていくとか、はい、そういうことまで考えながら俺は戦ってんじゃないかなっていうふうには思う。あ、なるほど、うん、あと原監督がおっしゃったのが、その大勢投手はまあ今年その3連勤みたいにさせないと、どんなに勝ちがつく場面でもその2戦やって1球みたいな、でその1球のところに入ってくるのは桑原投手なんですけど、誰をそこに持ってくる疑ってるのかな。今だったら多分ビエイラ投手だったりとかだと思うんですけど、まあ、そうだね、まあ、ここら辺はねちょっとわからないけどね、はい、うん、ただやっぱそうなった時に山口をいつでも使えるような状態に持っていっとくのがやっぱベストだよね。あの山口投手一応その中継ぎとしてセットアップとしてその一軍に上がってくるってなると後ろもやる可能性も出るんですか。山口の経歴から見ると、うん、抑えもやったことあるし、はい、まあ、セットアップももちろんあるしね、はい、まあ、中継ぎっていうのはあんまりなかったけども、うん、だけどそれだけの経験値が高いピッチャーだから、はい、ずっとだと山口もそういうポジションではすごくストレスをためる子だから、だからずっとではないけども、うん、でも何十試合かを持つピッチャーだ。そうですよね、うん、だからそこら辺の危機管理は俺原監督は絶対やってると思うから、はい、まあ、なかなか心配はしてないんだけど、やっぱ先発ピッチャーだよね。今年若い先発ピッチャーが3枚ぐらいローテーションの中に入ってるんだよね、はい、そうですね、まあ、最初のうちはうまくいってるかもわからないけども、はい、これをどう変えていくのか、はい、
まあ、1年間は絶対赤星にしたって、堀田にしたって、持たないよね、はい、あまあ、山崎っていうのは、ちょっとファームに落ちたけど、はい、だからまあそこら辺をどうしてくるか。ってなってくると先発でもう完全にまあローテを回している選手っていうといえば菅野投手と戸郷投手、この2名はもう確実、まあメルセデスもそうですね、残り3投手がこう途中入れ替わったりとか、まあまあそうだね、まあしたりとかもしていくだろうね。まあ赤星は俺はあの投げ方見てるとある程度引っ張れると思ってるけどね、はい、まあ堀田がまあどうかっていういいものを持ってるけど、やっぱり最初は勝ったけど次負けるというかね、はい、だから投げても5割だと、まあ、5割でも贅沢言えないか負け越さなかったらね、そうですね、だからまあ勝ったり負けたりするピッチャーかなっていうふうには思うけどね。ただそのあたりも原監督は100戦連覇なので、もうすでにそうなった時のことを考えたバックアップっていうのも今何通りも考えて、いや何通りも考え、ね、いや何通りも考えてるし、まあまあ戦力的にはさ、はい、結構分厚いもんがあるから、はい、まあ一回下げて時期を見て上げようっていう魂胆もあるよね、多分ね、だからそこら辺はなんかあんまり心配しなくてもいいと思うけど、はい、ただそういうふうに計算通りに動かないのが人の扱いだからね。そうなんですよね。だからそれがうまくいくと、はい、それはもう巨人が優勝しちゃうかもかも、ね、うん、そこがうまくはまればですよね。俺はなんか4位に予想はしたけど、はい、そういう不安定さがまだあるという、それはまあ現場にいる監督コーチがね、はい、選手のことは全部見てるわけ、うん、まあ、それで性格も分かってるわけね、うん、まあ、そういうことで使ってるとは思うんだけど、はい、俺はなんかこう不安定さがまだ拭いされないよね。そうですね、なぜそのね若手の選手でさらに手術を開けてどのぐらいその勝てるかとか、うん、スタミナ持てるかっていうのは未知数なだけに、何が起こるかわからないっていう、まあそうだね、うん、ありますもんね。だからまあ若手を育てながら使うっていうのはさ、はい、やっぱすごく忍耐もいるし、うん、我慢も必要だよね。そうですね。でそれで結果を出してくれるとやっぱチームっていうのは勢いがつくけど、やっぱまだ時期早々だっていうふうに周りが言い出してくるとチームの士気にも影響するし、モチベーションも下がってくるよね。そうですね。これが難しいところなんだよね、若手を使うっていうのはね、うん、でも原監督の100戦連覇というかさ、まあ、思い切りはいいけどね、うん、だからそれに選手が応えられるとこれはやっぱ素敵なチームができる。だからその、まあ、豊さんは4位に予想したけれども、もしその巨人が優勝っていうのがあるとすると、その若手の選手たちがさらに発揮して頑張ってくれる。だから今年優勝するには、はい、その若手たちがやっぱり躍動しないと優勝はなかなか難しいということ。そうですね、うん、まあ、打線は非常にいいよ、右も左もいるし、はい、クリーンアップはしっかりしてるしな。だからそういう意味ではすごく点も与えて援護点ももらえるだろうけども、うん、まあ、耐えられるかどうかだよね。そうですね。あと後ろもそのデラロサ投手とビエラ投手が戻ってこないと、今度大勢投手だったり桑原投手の負担が非常に重くなってきてしまうっていうのも年間通して信用できないんだよね、うん、その外国人2人は。昨シーズンもそういうのありましたよね、いわゆる劇場っていう、うん、出てきてメンタルがちょっとっていう。やっぱね、表情見てるとね、やっぱちょっと弱いんだよね、はい、うん、まあ、その結果ばっかりが気になって投げてるというようなさ、はい、そういうことがなんかこう、俺にはそう見えるんだけどね、うん、これ、じゃあ逆にもうビエイラ投手と、例えばデラロサ投手がこうまたできなかった場合のことも考えてやらないといけないってことですね。でもそこまでは選手はいない。あ、確かにそうなんですよね、うん、そこまでじゃあ代わりに誰っていうのは、うん、なかなか出てこない。じゃあその2投手頑張ってもらうしかないっていう。まあまあでもその時期によってね、はい、まあ、出てくるでしょう、うんうん、やっぱこう疲労もね重なってくるし、うん、はい、誰か入れ替えなきゃいけないっていうような時期には必ずその2人っていうのは構想の中には入ってるわけだから、はい、だからそういう選手でも取っかかりがスッとうまくいけば波に乗るんだよね、はい、そういう人っていうのは。だから波に乗せれるような使い方、うんうん、はい、まあ、それを心がけてるというふうには思うと思う。なかなか難しいよ、難しい。チームはね本当に思い通りには絶対いかないから。しかも本当に生ものなので、
計算通りにはやっぱりなかなかいかないし、いや計算通りに行ったらみんなどこも優勝してるよ、うん、そうですよね、これ巨人だけの問題じゃなくて、いやだって DeNA だってさ、はい、外オースティンが開幕間に合わないって誰も思わないもん。そうですよね、一生懸命頑張ってた時にコロナが襲ってくるなんて誰も思わないもん。本当明日何が起こるかわからないっていう現状ですね。巨人もやっぱコロナに気をつけないとね、うん、あ、そう、まあそうですね、うん、本当に そうなってきたらもうどん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 誰がその代わりをやるのかってことも、うん、なってくる。本当どのチームもやっぱり巨人だけじゃなくて危機管理っていうのはやっぱり、うん、まあどこもやってるとは思うけどね、うん、うまくいくといいね。そうですね、はい、はい。